書、線は、台湾海予試験6 0号の昼頭島省所文化園区にある台湾東洋鉄道の観光軽便鉄道路線。かつての南安市線と、その後計画された南北平行予備線の一部で構成されている。昼頭島省と南安市駅を結んでいた、全長 10.7km の南安市線が、廃止され、一部が、 観光路線として2003年に復活したのが初線である。2017年秋以降、かつて高尾東省で1973年まで使われていたコッペル社製の650型蒸気機関車が当地で復活運行される予定。この機関車は引退後に日本企業が買い取り協賛工業による修復を経て宮城県座王町で保存されていたが、倒産後は 日本の愛好家が引き取り2003年に、かよし県政府に寄贈されていた。その際は中華民国鉄道文化協会理事長だった、元の伊藤洋米海運、立法委員で2014年以降は、かよし県庁の長官の尽力があったとされている。その後県内牧師の白木小足社が白公園で展示されていたが、2017年8月、 現在一体南市新鋭区の新鋭東省校内での試運転と最終テストが行われており、昼頭省に運ばれる。2017年3月に行政院の基礎インフラ計画の前線基礎建設計画に組み込まれ、国立呼吸博物院南部インクと鋼鉄海吉駅に延伸する計画が始動した。2019年2月、前線計画での経費補助により、 海洋市県政府が提出していた、鋼鉄海洋市駅周辺地区の土地用途変更を含む都市計画変更手続きが内政部の審査を通過し、着工へ向けて前進した。昼当初平日は団体旅客向けに10時と15時の2便が運行される。所で折り返し園内を周回して昼頭駅に戻る。休日は入園者数次第で適宜増便される。 ありがとうございます。